レオンだよーん。今回はですね、まあ、日本代表にも選ばれてる、久保建英について語っていきたいなというふうに思います。以前もね、俺久保の動画出したんですよ。お前大丈夫かって。全然活躍してないけど大丈夫かって。っていう動画を上げたんですね。まあ、それの第2弾っていうことで。まあ、大丈夫じゃないですよね、今のところ。やばいっすよね。やばいんで、どうしたらいいのかっていうことを、ちょっと具体的に、ね、もう来シーズンね、まあ、8月末ぐらいから始まるんでね、それに向けて、ちょっと、提案したいな。竹雄さん聞いてるか、お前。で、まあ今、マジョルカにレンタルで行ってるんですね。で、さっぱり活躍できず。というか、まあスペインではずっと活躍してないんですよ、本当に。本当になんか何十試合に1試合ぐらいね。たまになんかゴールするみたいな。まあそんな感じでさ、正直、彼の評価ってね。だからスペインでは評価かなりも落ちてるし、こいつ物にならんかったなっていうのが、もう、スペイン全体の評価。まあ何やったらヨーロッパ全体の評価。なんですね。で、一応契約は、レアルマドリードとあと1年間にね、残ってるんですよ。で、一旦形としては、レアルに戻ります。まあでも多分、キャンプには、キャンプインはしないと思うんですよね、レアルに。で、言うて、ヨーロッパナンバーワンチームですから。はい。で、レンタルか、もしくは完全移籍で、まあ、放出されると思うんですね。で、まあ、どこに行くべきなのか。これが大事かなと思ってて、やっぱ、久保って少しずつ分かってきたのは、残留争いをするようなチームからしかなかなかオファーないんですけど、そういうチームに行っても、大した戦力にならんなと。っていうところ。それはなぜかっていうと、久保が戦える選手じゃないんでね。今のところは。だから、チームのためにディフェンスをしながら、でも自分のこの力を発揮するっていうタイプまで行ってないんですよ。まあ、だからよく今、マジョルカのアギーレ監督がね、元日本代表の監督なんですけど、消えてる時間が多い。だ要はチームに貢献できてないってことなんですよ。ボールを持ってる時だけ貢献するって。それが許されるのって、クリスティアーノ・ロナウド、メッシとネイマールとムバペだけなんですよ。エムバペと。その選手は、まあ、別にディフェンスしなくても、ボール持った時にゴールしてくれよ。それが貢献、ね、それでチームに貢献してくれよっていう形なんですけど、クブはそのレベルじゃないんでね。全然。だからチームのために走らないといけないんですよ。でも彼チームのために走れないですよ。それしちゃうと攻撃の時の力がなくなってしまうし、そもそもディフェンスする力が低いんでね。だから本当にね、どっちつかずなんですよ、今のところ。で、考えた時に、俺まあ移籍は絶対まあマストやと思ってて、でね、俺もスペイン国内での移籍やめた方がいいと思うんですよ。やっぱ甘えがあるでしょ、言葉が通じる分。そうじゃなくて言葉わからないようなところでね。まあ、英語も話せるのかもわかんないですけど、行った方がいいかなと思ってて。で、そうなった時に、例えばプレミアリーグとかね。まあ、それはもう、土台無理じゃないですか。ヒョロヒョロなんで。久保ね。竹雄さん。フィジカルないんで。で、イタリアも俺無理やと思うんですよ。フィジカルないんで。よりね、フィジカル求められるじゃないですか。で、戦い方も特殊なんでね、やっぱね。やっぱ言うてカテナチアの国なんでね。久保無理かなって。で、可能性があるのはドイツ、オランダ、まあ、フランスも俺ちょっと厳しいかなと思うんですよ。フランスはもう、ね、身体能力の集まりじゃないですか。なんで、オランダ、ドイツ、もしくはちょっとレベル下げて、ポルトガル、トルコとか、まあ、そういったところの上位がリアルなとこなんかなって。まあ、オファーが来るかどうかは別ですけど。まあ、それこそさ、今、堂安がいる PSV とか、まあそんなところ行ったらちょっと面白いかなと思うんですけど、まあそこで大活躍しないと、もう次のステップアップないかな。ああ、こいつこんなもんやなって思われてしまうんで。っていうところかなと思いますね。あとポジションどこするのか。もうサイドアタッカーじゃないと思うんでね。もうそのスピードもないし、ドリブルでゴリゴリ行ける感じでもないっていうのも分かってきたんで、ポジションは難しいと思うんですよ。トップ下となると、やっぱり得点力求められるんでね。もう1試合に1点取るぐらいの勢いで行かないと、俺はね、もう終わるかなと思ってるんですね。前も言ったんですけど。で、そもそもね、今回日本代表に選ばれてるじゃないですか、森保選んだんですけど、もうあれ外すべきやと思うんですよ。
もう久保は今日本代表に値しないんでね。悪いけど、やっぱそこはちゃんと正当に競争ですからね、競争しないと他の選手に失礼でしょ。久保の代わりに奥川入れたらいいと思うんですよ。奥川絶対必要ですから、で原口の代わりに俺も原口が柴崎の代わりに林大地入れたらいいと思う。森谷さんなんで気づかへんの、そろそろ分かるよね。まあ、痛いんすよね森谷さん、だからそういう点ではね気づいてないっていう。まあ前も言いましたけどギーコちゃんが好きなんでよく分かんないですけど、いう感じでね、ちょっと来シーズン俺久保建英はもう勝負の年かなって、このままずるずるずるサッカー界から消える可能性もあるんで、まあそうなるかどうか、本当に来シーズンどこのまずチームを選ぶか、もうレアルは 100% 無理なんで、戦力外なんで、戦力になってないんで、まあ球拾いやったらできるかもしれないですけど、でさすがに年齢的にね、J リーグに戻ってくるって選択肢は今のところ多分ないと思うんで、まあ最悪シントロイデンっていう可能性もありますけど、もう俺シントロイデンでもいいと思う。そこで試合出て、まあ、圧倒的な数字。鎌田大地もそうでしたよね。ブンデスリーガーに移籍して全然さっぱりで。で、シントロイデンに移籍して、無双して、で、ね、フランクフルトに移籍してまた上がってくるってね。そういう時期があってもいいのかなって俺思うんで、シントロイデンの関係者、久保建英取った方がいいよ。今なら多分安くでね、取れると思うし、なんやったらレンタルで取ってもいいわけよな。そう、完全移籍オプションをつけるのかつけへんのかは別ですけど。俺、そういう、なんていうのかな、爆発的な数字がないと、もう市場価値上がってこへんと思うんで、もう今市場価値ほぼないんで、久保は。ただみたいなもんですから。もうレアルからしたらお荷物なんでね。はい。いう感じですかね。多分この動画、久保建英さん見てると思うんで、ちゃんと参考に。して、自ら日本代表は辞退した方がいい。今お前はそんなレベルじゃない。分かってるやろ。俺の言うこと当たるから大体。お前はとりあえず頑張って、パリオリンピックを目指して、その後のワールドカップで頑張って。以上。